もう24時間もずっと走り続けますと。すごい裏返りますね、これ、ええ、カメラがあの中で回ってるんですね、これこれは珍しい車載映像ですよ、これ。今まで初めてですね、ここまで来たのは。そうですね、これはちょっと最高を受けますね。これだけあのカメラも戦ってるということでですね、顔を倒してみていただければ。エヴァンゲリオンというのは汎用人型決戦兵器という正式名称がついているそうですけれどさあ、松浦航輔が佐賀に代わって今入りましたか、車の中に入りました、エントリープラグに乗り込みました松浦航輔。とにかくセカンドスティント、この松浦が目いっぱい走りたいというエヴァンゲリオンカローラ。さあリフトオフ出ていきました、エヴァンゲリオンカローラです。何ですかリフトオフって。エヴァンゲリオンというアニメの中では、はい、ピットアウトのようなあの地下基地から出るときリフトオフと言うんだそうです島田さん、完全オタクになりましたね、はい、そういう筋の方から教えていただいて。あ、そうですか。あの雨が降らないように祈祷師を雇って、サーキットが雇ってるそうなんですよ。それでこうなんかこうお祓いしてですね、お祓いするか知らないですけどなんかそうするとこう雨がこうスッと避けると、あの真剣に言われました。あ、そうですか、はい、こっちに来てね、はい、あの毎日美味しいものいっぱい食べてるんですけども。美味しいですね、食べ物美味しいですよね、はい、なんかここなら住めるかなって考えちゃいましたね。美味しくて最初ユダさんなんか当たるかもしれない、はい、僕は実はホテルから一歩も出ないと言ってた割にはですね来る時までねすごい心配してましたよね。率先して屋台行っちゃってますから本当に美味しいです。今情報が入りました、お母さんの髪の毛紫色のままだそうです。やっぱり、うん、なるほどね、うん、僕ピンクを期待したんですけどね。ピンクですか、紫この間あったままっていうことですね。じゃあね、特注パンツをメカニックが作りましておいい話、それは聞きたいゴムの部分にですね、ええ、鉛が入ってるいやもう時効ですね、もういいです。もう1900、それ何キロぐらい、それが800グラムぐらいで、そのパンツを計量前にマルコに見せたら俺にも貸せとか言い出して2人で同じパンツを使ったってさあ間もなくスタートだ、シグナルオンレッド、今切ってスタート、さあ終幕か、そしてベルドゥーム、あっとデモヒルがいいスタート、デモヒルがいいスタート、さあアーマンティケ3番手に行った、アーマンティケ3番、鈴木アグリかっこいいとお伝えください。放送席土屋さん梅原さんから鈴木アグリかっこいいというお話なんですかどうもあの後半のタイムが早寝早起きが秘訣ですね。嘘つけ酒飲み土屋さんどうぞ。はいはい、灼熱のハンガリーって僕は聞いてたんですけども。そうなんですよ、何ですかこの寒さは。いや浜田さんが雨持ってきたんじゃないかって話になってますけど。いやそんなこと言いますわほんま浜田さんは今はどちらにいらっしゃるんですか。今ね左近のマシンの前ですね。ということで、今そこが21番グリッドになりますね。そうですね、表情とか見えたりしましたか。ね、さっきまで僕ベラ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 喋ってたんですけど、顔つきがやっぱ違いますね。なるほど、そして今フラビオブリアトーレとすれ違いましたよ分かりましたか僕誰かとすれ違ったんですか。ものすごい有名な人とすれ違ったんですよマジっすか。そしてバーニーがバーニーがいます、はい、バーニー、あの今分かりますか、白髪のおじさんです。おじいさん、はいはいはい、いますね。 F1 を仕切ってるおじさんです。この人がそうなんですか。ものすごい偉い人です。あ、そうなんや、うわ怖いわ。ちょっと挨拶なんかいかがですか。いや、そうなんか いいです、ね、なんで背中向けちゃうんですかあ、これシューマッハ、シューマッハのマシンまで到着ですね。はい、到着しました。ということで、まあ、スーパーグリと世界との差、まあ、距離も感じていただいたと思いますが、いや本当そうですね、はい、浜田さんには一緒にレース楽しんでください。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。いやすごいっすよ。このアクシデントについてなんですけれども、もうこれが何が起こってもわからない、これがモータースポーツなんだ、それでまだ依然あのサードが6位以内に入らなければ、まだ車たちこのペドロ・デラロサ組に優勝の目は残されてはいるんですけれども、それもちょっと厳しいだろうということでした。泣きそうになってました。泣きそうでしたね。ああ危ない危ない。ああ今処理してますね。あれはでも怖いでしょうね。怖いよね。
勇気あるね。ね、本当ですよね。僕だったら絶対行かないね。ドライバーなんか信用できない。信用できないね。本当バカばっかりだもん。